さて行きましょう。準備万端だ。任せ。さて。迷宮だね。あの景色。じゃあ。さて。どこにしようか。行きましょう。王の魔法の庇護が解けた今、
候補者たちの争いはより苛烈を極める。武力で一気に逆転を狙う者も当然現れる。だがジンダルスの場合は少々事情が変わってくる。ジンがニューラスから奪ったものを取り返すため、凱旋者は彼の前に立ちはだかる。あんなのジンしかねえ。早く倒しましょう。お前、まさか、なぜここに？なぜって、それはこっちのセリフよ。どうしてニューラスの遺物を取ったの？そりゃ、他に手がないからだよ。このままじゃ俺は、ルイに殺されちまう。だから、向こうに取り入ろうと思った。なんか有益なものを持って行ってさ、凱旋者を飛ばした男、その義士の秘密を奪って、ルイに献上すれば、死ななくて済むと。くそー、もう死ぬか。こうなったらお前らをぶっ殺す。今は王の魔法も無効なんだ。どんな奴だって殺せる。その首ごとルイに捧げてやる。出番みてえだな。ワノ国の地獄の残しってな。あんな盗っ人、さっさと殺しみてるにしろ。やろう。これではダメなの。そこだ。ってなる。そこだ。力が、この技を。お願い、届いて。祈りよ、届いて。能力フェーズが重なってるからね。やるぞ。任せたよ。これで終わりだ。行くぞ。パラディン、この見よ、我々の結束を砕けて。まだ耐えるか。くそー、これで終わりだと思うなよ。なんてったって俺にはもう後がないのさ。やべえよ。こいつでどうだ。すごいな。会長は魅了されてる。勝利のためにこの区別ができてないの。俺の力も使え。トール、能力フェーズが重なってるからね。覚悟はいいか。ああ、勝手に体が…ここはほとぼが！すべきことのために打ち砕け！貴族として責務は果たすさ。に手があるはず。侍！キリッと登場際がある。やべえよ。そこだ。咀嚼な。ああ、勝手に体が…ユーハが倒れてる。我が正義にかけて。思ったよりやるな。悪は正し。あと一息か。やべえよ。こ
ここで終わってたまったよ。ユーファが倒れてる。プリンス、助けてあげて。癒しの力よ。これから挽回します。トロール、わざとやべえよ。当たれ。使いこなしてみせます。受けてみせます。王者の力、どうしろってんだよ。この身に宿れ。表情際が悪い。大丈夫か。タッチキル。悪かった。奪ったものは返すよ。たくけどいい、二度と私たちに挑もうと思わないで。あとはルイがいなくなるまでどっかに隠れてなさい。はい、そうと決まりゃトンズラだ。新しい技、強くなったぜ。おお、取り返してくれたのか。おめえらのことを信じてたぜ。助かった。危ねえとこだった。もしヌスットがこれを完成させてたら。危ないって？おめえらに伝えなきゃいけねえことは、この異物が一体何なのかってことだ。ずっと不思議だった。この異物はどうしてバラバラの場所で見つかるのか。ただの偶然じゃないか。その可能性もある。何しろ当時を知ってる奴はいねえ昔の話だ。だが俺にはどうしても偶然だと思え。わけあってわざとバラバラにしてたように見える。いじくり倒してて分かったんだが、この異物は未だ部品としての機能を維持してる。力を発露させる仕組みは魔導器に血と似てるが、間違いなく現代の技術を超越した別の何かだ。そのわずかな手がかりとあらん限りの知恵を絞って、俺が出した答えはこいつはこの世界を破壊しうる兵器だ。兵器？王の魔法やルイの魔法、いやそれ以上かもしれない。それこそ一つの文明を終わらせてしまうほどの。嘘？俺が？でもなんでそんなに危険なものを。さあなあ、悪意があったのかは今となっちゃわからねえ。だがその気持ちなんかわかる気がすんだ。一度思いついちまったら作らずにはいられねえのよ。技術屋として自分の理論を証明したくなったのかな。たとえそれがどんなに危険なものだったとしてもだ。で、完成させてから作っちまったもんの本質に怯えてバラバラにして各地に隠したんだろう。いつかまた組み立てるつもりだったのか、ただ自分の作品を壊せなかっただけなのかはわからんが。なあお前さん、こいつをどうするべきだと思う？今すぐ破壊しよう。よかった。何と言われようが破壊するつもりだったからな。集めてくれたことには感謝してるが、真実を知っちまったからにはそうするしかない。分かってくれるか？でもどうやって壊すの？元に戻すつもりがないなら壊すのは簡単よ。真ん中の部品を潰せばおしまいだ。昔の俺なら壊すなんてことを考えもしなかっただろうな。
おめえらと旅して凱旋者をいじるうちになぜ義士になったのかをよーく思い出したよ。技術ってのは自分のためじゃなく誰かを幸せにするために使うもんだって。だからこの凱旋者も空に飛ばすことができた。ありがとうよ。けどもっとすごいものも作れるだろ。分かってんじゃねえの。これぐらいで満足してちゃ天才の名が廃るからな。つうわけだ、人の幸せを作る天才発明家の第一歩としてこれからも応援させてくれ。奔放なる宮廷騎士ニューラス、砲兵の美徳をなお強く抱き続ける者、彼との絆の結実によってその最上の英雄像があなたに目覚めたようです。彼と共にもたらされた新たな力であなた自身の宿命を必ず果たすのです。建国だってちょちょいのちょいよ。こうなったら過去の遺物なんかに頼らず身近なところからひらめきをもらうっきゃね。遺物を参考にした今までの発明品ももっと安全な運用技術を考えねえとだし、しゃあがぜんやる気が湧いてきたぜ。今日はとことん技術談義に付き合ってもらうからな。そのついでちゃうんだが、遺物を壊すの見届けてくれねえか。大丈夫。うん、聞いてくれみんな。違うでしょねえ。
大丈夫。そうだね。ありがとう。神王が決する英雄の日まであと29日。ほら。そういえば、慎重に行こう。さて、どこにしようか。行きましょう。全員いるな。さて、どうしようか。依頼があったな。そこなら行こう。何しようか。一行の凱旋者がたどり着いたのは、巨大な人型のマグラ結晶が覗くマリベロ採掘場。掘り出される結晶が人型をしている異様さから聖教に居道とされた場所だが、裏では採掘が続いているとの噂がある。佇む人型の結晶たちはあたかも来訪者を見定めるようにただじっと見つめ返している。よし。やってきたのは不詳の遺跡。王都のあるトラディア地方の北限に位置する謎多き遺跡である。どの時代に誰がどんな目的で建てたのか、あらゆる文献や伝承もその真相を未だ解き明かさない。だが
紛れもなくそれは目の前にある。凱旋者はそこへと招き入れられたのだ。どうやら許せません。どこかで役に立つんじゃないか。ここに輝け。死の誓いとともに皆の力を貸してくれ。まだ耐えるか。任せておけ。はっ。
気に攻める。ちょっとキャッ、このまま押し切る。どうだ、このまま押し切る。やりました、片付いたみたいです。こんなところかな。一気に攻める。すごい華麗な戦い方ね。このまま押し切る。この力どんどん育ちます。キャッ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 。こちらが先だ。このまま進めるぞ。勝利のために。今は防御、捨て加減はなしだ。燃え尽きろ。はずこの力で。精霊の力を打ち砕け。私だってやれます。皆さんと一緒なら。頼んだよ。まだ健在です。そうだな。覚悟はいいか。思ったより耐えるな。落ち着いて。プリンス輝け。最後の一撃すごかった。この調子でいきましょう。しゃあ、よし、片付いたみてえだな。これは豪華だ。すごい。とても豪華ですね。注意しろ。
張してる。さあ元気に攻めよう。さすがだ。片付いたか。これで安全になった。注意しろ。気づかず。キャッ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 。好機です。全力を尽くす。協力お願いします。やろう。悪はただ炎の力、王者の魂をここに。ちょっとかっこいいとどめだったね。お疲れ様。やりました。また強くなったよ。近くに敵が残ってるよ。油断。いつも通りの子。しっかりね。お守りください。勝利のために。貴族として侍燃え尽きろ。恥ずかしプリンス。ジョブにすることのために。クラケ倒しきれんか。我が主、頼んだよ。勝負ありね。あたしたちの勝ちよ。意外と負けなかったですね。しゃあ強くなったぜ。これはすごい。でかしたな。どうする。よし任せとけ。任せておけ。任せておけ。いいわね。いいですね。お、いいじゃん。はっ。このまま押し切る。いいじゃねえか。足りたね。さすがだな。かっ。キャッキャッキャッ。やるね。やる。待て。けど、やっちまえ。力を合わせましょう。この力を。凍って。残り一つ。いい感じだよ。最善を尽くさないと。王者の力、この身に宿れ。加減はしない。黙ってやられとけ。打ち砕け。皆が見ている。皆さんと一緒に勝利のために。よし行け。通る。さて、覚悟はいいか。叩き切る。めえ、一息か。この力で。ちょっと待った。先よろしく。
状況を確認する。パラディン破壊する。思ったよりやるな。集中、考え直す。お覚悟を。俺様の番だ。まさか。くそ。そんな。許せません。構えて。出し惜しみしません。ありがとう。力なら力を合わせて、これで終わりだ。これで今の一発はいいところに入ったね。ミオ、我々の結束を。やろう。強雷の力よ。シーケンセルクが倒された。手当てお願い。あります。お願いします。任せたよ。最善を任せた。王道行くぞ。たぎれ魔力、まだ耐える。この道具なら我が信念は折らず。これが最善だ。王道かこんなとこだな。いい手応えだ。また強くなれたか。よし、また力がついたみてえだ。いいじゃないか。
お任せよ。それじゃあ、神王が決する英雄の日まであと28日。これ